予報センターから台風に関する最新情報をお伝えします。現在8号、9号、10号と3つの台風が存在しています。それぞれの今後の進路について確認していきます。まずは気象衛星ひまわりで現在の雲の様子を見ていきたいと思います。こちらになります。こちらの方を見ていただきますと3つの大きな雲の塊があります。まずはこちら8号は現在も九州の北にあります。フィリピンのすぐ東にあるものが台風9号です。マリアナ諸島付近にあるものが台風10号ということで、この3つの台風今後の動きですけれども、8号の方はこの後離れていくわけですが、9号、10号この後の動きが気になるところです。まずは台風8号の今後の進路です。現在九州の北にあるわけですが、この後朝鮮半島に上陸し、その後日本海の方に出ていくといった状況となりそうです。ですのでこちらの方ですが、だんだんとその影響は少なくなってはきていますけれども、湿った空気の流れがありますので、四国の特に高知を中心としたこの付近では明日の午前中まで強い雨には十分注意をしてください。続いてこちら台風9号です。台風9号ですが、大型の台風ということで北北西にゆっくりと進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。ゆっくりと進んでいるということもありますので、今後ですね、発達しながら先島方面に影響しそうです。8日から9日にかけて先島エリア大荒れの天気となりそうなので、十分に注意をしてください。最新情報は必ず確認するようにしてください。またこちら本日6日15時に台風10号が発生しました。マリアナ諸島付近にあります。大型で現在北西に15キロ進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。予報円の方を見ていただきますと、まだだいぶ大きな予報円になってますから、進路の方がまだまだこの後ブレ幅がありそうという形になりますので、最新情報を確認してください。またこちら台風左側の方が台風9号、右側が台風10号ですが、だいぶこう海水温が高いところに現在存在している、動きの方も遅いということもありますので、これからさらに発達してきます。今後の影響が気になるところです。こちらの台風情報の方ですが、9号、10号ともにですね、今後日本付近に影響を及ぼす可能性がありますので、最新情報は必ず確認するようにしてください。以上、予報センターから台風に関する最新情報をお伝えしました。